までしがみついてる。いい加減離れろ。ここまでマロロを引きずってきたせいでもう体力の限界だ。アンちゃん無事だな。人の命がかかってるとはいえこれだけの人数を連れて逃げてきたのか。見当たらねえ奴が多いな。無事だといいが。しかし、アンちゃんが懸念してたのがボロギギリだったとはな。そのボロギギリってな、あのでかい奴のことか。ああ、ガキの頃は奴に襲われるから森の奥へ入りすぎるなとよくしつけられたもんさ。そのくせ一度も見たことなんてねえから実際にはいねえもんだとばかり思っていたが、まさかこんな時にな。あんちゃんの言う通り確かにあれを相手にするのは無謀だったな。すまん、もっとちゃんと言うべきだったか。そうすればこんなことには。ええ、今さらか。いや、あんちゃんが気にすることはねえさ。こいつは油断していた俺の責任だ。それでこれからどうする？マロロ、ボロギギリについて何か詳しいことがわかるか？ほにゃ、確か書で読んだ覚えがあったような。何でもいい、とにかくヤツについて知ってる限り教えてくれ。多分でおじゃるが、あれはきっとこの辺り一帯のギギリの親でおじゃる。ギギリは繁殖期になると一部の個体が極端に成長し親になるのでおじゃるよ。親になった個体はこの餌のために子を従えて手当たり次第に獲物に襲いかかるみたいでおじゃる。確かに受けたまま。だから俺たちに襲いかかってきたってわけか。おそらくでおじゃるが、本来ならまだ繁殖期には遠いし繁殖はもっと暖かい地域で行われるはずでおじゃるが、ごく稀にこんな偏僻なところでおかしな時期に大きく育ってしまうへそ曲がりもいるという話でおじゃる。マロが知っているのはこのくらいでおじゃるよ。なるほどな。学士ってのはまざら冗談でもないらしい。親ってことはつがいなのかみたいでおじゃる。詳しいことまではわからないでおじゃるが。うん、どうした？いや、ちょっとな。ただいま。ああ、すまねえ。で、どうだった？あなたの予想通りかな。やっぱりか。何の話でおじゃるか？ああ、奴らが追ってきてるって話さ。気づかれちゃう。クオン。こっちに向かってきてやがるな。大丈夫だよ。結構距離があるかな。だから大丈夫。もしかして血の匂いを追いかけてきてるでおじゃるか？匂い？そうか、まずいな。
傷者がいる以上、その匂いは消しようがない。やるしかねえか。何？無理だ。あんな化け物絶対にかないっこねえ。俺も無茶だとは思ってるぞ。こう体勢が悪くちゃ策も立てようがねえしな。やっぱあれは無理だよな。結局はこっちの意見は正しかったんだが、何の慰めにもなってないな。やるにしたってせめて一旦引き返して討伐の体制を整えてえところだ。いや、そうすると集落に奴らを招きかねねえ。こんなわけでここで何とかするしかねえのさ。そういえばハク、ん？ハクってば、あんなのに襲われてよく無事だったね。無事なんかじゃない。あと少しで食われるところだったんだぞ。まあその寸前にあのタタリとかいう化け物が現れてボロギギリってのを食ってくれたから助かったんだ。ああ、そっか。それであの時そして今度はタタリに食べられそうになってたんだ。本当、運がいいのか悪いのか。笑い事じゃない。どれだけ必死だったと思ってるんだ。それでも助かったんだから、いい思い出になったんじゃないかな。今まさにその思い出が増えそうなんだがな。まったく、いっそのことあいつもそのたたりが食ってくれたら。え？ん？今なんて言ったかな。思い出が増えそうか。その後だよ。いっそのことあいつもそのたたりが食ってくれたらってことか。それだよ。タタリに食べてもらったらいいんだ。はあ？タタリに食ってもらうって何を言ってる。そんなことが。ハク、ここがどこか見覚えないかな。ん？この場所もしかして。というわけだから、ちょっとタタリは連れてくるね。だからハクたちは何とかしてあのボロギギリを向こうの崖に突き落としてほしいな。じゃ、何さらっと無茶なこと。あんなの突き落とせとかどうやりゃいいんだ。そこは頑張って。頑張って丸投げかよ。だってそろそろ迷ってる時間がなくなってきたから。ちょっと待った。そうだ、ウコンからも何とか言ってやってくれ。姉ちゃんは大丈夫なんだな。これでも逃げるのは得意なんだ。心配ご無用かな。おいこら。ねえハク、あなたってばやっぱり面白いかな。ねえアンちゃん、どうする。お前もこっちに丸投げか。いや、姉ちゃんと二人で話を進めちまってたからな。だったらあんちゃんに任せるぞ。なこと言われてもな。血の匂いをたどってくるのならそれより強い匂いで誘導できれば。まだあの腐った汁って残ってるか。これか。ああ、まだ少しくらいならな。よし、じゃあまずは動ける者がそいつを使っておとりになり奴らを分散させる。怪我の軽い者は動けない者を背負いここから離脱。あとは残った者たちで何とかして群れからボロギギリだけを崖へ誘導するって。このくらいしか思いつかんぞ。この状況で早いな。ん？何か言ったか。いや、いいじゃねえの。上出来だと思うぜ。いい手だな。おめえらもそれでいいな。いいのかよ。おい、適当に言っただけで失敗して文句言われても困るぞ。即興にしては十分だ。分かった、それでいいんなら文句はない。よし、アンちゃん、マロロ、始めるぜ。おじゃるよ。おとりに引っかかったな。
雑魚たちとうまく離れている。ところで肝心のボロギギリをどうやって誘い出すでおじゃるか。ぶちかませ。ほにょ。あの呪法ってやつを全力でボロギギリにぶちかませ。うまくいけばあいつだけ釣り上げることができる。マロンガでおじゃるか。他に誰がいるんだ。急げ。グズグズしてたらおとりになった連中が食われる羽目になる。しかしそんなことをしたらマロに向かってくるのではおじゃらぬか。心配するな。そのために自分たちがいる。今の間は本当に大丈夫でおじゃるか。ああ、自分たちを信じろ。ハク殿。そうでおじゃるよ。友を信じずして何を信じるというのでおじゃる。分かったでおじゃる。やるでおじゃるよ。いるだけだがな。まあ何かあったらウコンたちが何とかするだろう。にゅおお、食らうでおじゃる。にょほーん。術を出す時の掛け声は何とかならんのか。無理をせず引きつけてくれ。活躍するでおじゃ。
んなもんか。さあ行こうか。ぼちぼちやるか。今だ、マロロ。にょほーん。やった。いや、まだだぜ、アンちゃん。なんてしぶといでおじゃる。残念、これで終わりだよ。来たか。
ク、怪我とかしてない？いや、こっちよりそっちは大丈夫なのか？平気だよ。言ったでしょ、逃げるのは得意だって。やれやれ、あんなのを連れてくるとは大した姉ちゃんだ。終わったな。ああ、終わった。はあ、疲れた。白殿、ひょっとでおじゃるか？マロたち死なないで済むでおじゃるか？ああ、これで終わりだ。だからそんなにひっつくな、鬱陶しい。やったでおじゃる、マロたちはやったでおじゃるよ、ハグ殿。いや、分かったから離れてくれ。それじゃあハク、帰ろっか。戻ったら宴が待ってるから。お酒にごちそう、あとはやっぱりお風呂もね。よーし、てめえら、俺たちの勝利を祝って乾杯。遠慮なく飲んでおくれ。こうした酒を飲むのもいいもんだ。独特の風味というか癖があるわ。なかなかうまいな。どうした？口に合わないのか？そういうわけじゃないけど、ちょっとお酒の風味が強いかな。こんな時には蜂蜜酒があれば最高だったのに。
よう、飲んでるか。こんな隅っこにいねえで、こっちに来たらどうだ。あんたらは今夜の主役みたいなもんなんだからよ。もっと真ん中でドーンとふんぞり返ってていいんだぜ。遠慮しとくよ。むさい男たちに囲まれるのは趣味じゃない。同じくかな。多くの人に囲まれるのは苦手なんだ。にしても大したもんだな、あんちゃん。おめえさんの策大当たりだったじゃねえか。いや、あんなのは策なんて上等なもんじゃない。たまたまその場の状況を利用しただけの行き当たりばったりだ。いいじゃねえかよ。それで、あの状況で即座に考え、それを実行し、結果を出す。肝の座り方と冷静さ、見事なもんだったぜ。大抵のやつならおたおたして策どころじゃねえからな。だから褒めすぎだ。謙虚なのか自然体なのか、ますます気に入ったぜ。ま、行きの参道でぜいぜい死にそうな顔してるのを見たときは正直不安しか覚えなかったけどな。本当のことだから言い返せ。姉ちゃん、おめえさんもだぜ。私？ああ、そもそも姉ちゃんがたたりをおびき寄せてくれなきゃ成功しなかった。正直本当に連れてきちまうとは思わなかったがな。よくもば、あんな無茶な真似をしたもんだ。最初にその話が出た時はなんかの冗談かと思っちまったぜ。そんな無茶な真似だったのか。何言ってんだ。同じことやれって言われてあんちゃんできるかい。いや、そりゃ無理だが。俺にも無理だな。とてもじゃねえが、あんな風のようには走れねえ。ほんの少し身軽なだけだよ。なるほどね。そういうことにしておくかい。ま、何はともあれ、今回のギギリ退治がうまくいったのはあんたらが参加してくれたおかげだ。本当に感謝している。な、大げさな。にゃんの話してるでおじゃるか。マロも混ぜてほしいでおじゃるよ。おっと、もう一人の主役だ。にゃほほほほ、飲んでるでおじゃるか。ぎゅっ、酒臭。今回大活躍できたのは白殿のおかげでおじゃるよ。おかげで手当が大幅に上乗せされて、にょほほほほほほほ。別に礼を言われるようなことはしていないが。またまた、謙虚なお人でおじゃるな。行きの道中では車酔いに苦しむマロを優しくいたわってくれたし、ギギリとの戦闘ではマロをかばってくれたし、白殿はマロの心の友でおじゃる。心の友ときたよ。何やらこいつの中で自分の評価がうなぎ登りに上がっていってる気が。まずい、完全に懐かれたか。姉ちゃんたちは確かテートに向かうんだったよな。うん、明日の朝一番には立つつもり。お前らちょっと助けろ。テートへは観光か何かかい。それもあるけど、目的としては白の働き口を探すためかな。あんちゃんの？あんちゃんは姉ちゃんの従者じゃなかったのか。おい、誰が従者だ。ただ記憶をなくしているところを拾われ、面倒を見てもらってるだけだ。いや、それなら従者の方が対面としてよくねえか。っていうか記憶喪失だ。うん、名前すら覚えてなくてな。ハクっていうのもクオンがつけてくれた仮の名だ。保護した手前、一人立ちできるまで面倒を見る責任があるんだけど、ハクは力仕事に向いていないみたいだったから、テートへ行ってみようって思ったんだ。幸いハクは知恵者みたいだからね。なるほどね。だったら
一緒に行かねえか。デートへってこと？ああ、俺たちはもともとテートに2を運ぶためここに投入していてな、その2の到着が少し遅れるってことで、無駄な時間を過ごすよりはと軽い気持ちでギギリの駆除を引き受けたんだが、そしたらあんなことになっちまったからな。怪我のひどいやつはこの集落に置いていくしかねえ。代わりの人手が必要なのさ。もちろんただとは言わねえ。クオンはクスシとして、アンちゃんはそうだな、相談役として正式に同行を依頼しようじゃねえか。雇い銭も弾ませてもらうぜ。なんせ今回の報酬がたんまりあるからな。どうだいアンちゃん、か弱い姉ちゃんと、か弱いカレン先生、いや多勢に無勢ってこともある。どうしてそこで何度も言い直すのかな。いやいやいや、別にタイは、とにかく女を連れての二人旅よりは俺らと一緒の方がはるかに安全だと思うんだが、それに何よりこういった道中は道連れが多い方が楽しいんじゃねえか。どうで、悪い話じゃねえだろう。せっかくだけど遠慮しとくね。おいおい、なんでだ。これほどの大人数での護衛ということは、その庭かなり重要なものだと思うんだ。ん、ああまあそれなりにな。ということはそれを狙う賊が襲ってくることも考えられるから。いやいや、俺たちの他に2を持ってきた連中も加わるんだ。そんな数を襲う賊なんぞこの辺りにはいやしねえって。まああまりしつこく誘うのもなんだ、考えておいてくれ。なのにどうしてあいつらがあんな風に笑える。誰も死者を悼む素振りは見せない。クオンですら気にしているようには見えなかった。そしてあんなことがあったというのに自分自身も不思議なほどに動じていない。お、どうしたいアンちゃん、そんなところに突っ立って。アンちゃんも夜風に当たりに来たのかい？ああ、そんなところだ。そうか。じゃ、ちょっとそこまで付き合わねえか？なあ、アンちゃん。チートを聞きてえんだが、あのお姉ちゃん。ありゃ何者だ？クオンのことか？ああ、アンちゃんなら何か知ってるのかと思ってな。何でまたクオンに興味なんか持つ？どうしてだろうな、気になるとしか言えねえが。まさか惚れたとでも言うのか？確かにいい女だし惚れたには違えねえが、アンちゃんが言う惚れたってのとはちょいっと違う。それにあの姉ちゃんに手を出すのはちょっとな。ちょっと
いや、なんでもねえ。あの姉ちゃんはすげえなと思ってよ。まあ、確かにあの食欲はすごいな。いや、ちげえって。そっちもすげえが、あの身のこなしと胆力の方さ。あんな化け物を前にして、臆さず行動できる強胆さといい。まったく大したもんさ。一体、何者かって思うくらいによ。言われてみれば、自分もクオンのことは何も知らない。助けられた恩もあるし、あまり詮索するのもどうかと思って聞かなかったが。あんちゃんにもわからねえが。まあ、知り合って間もないみてえだから仕方ねえわな。か弱い薬師とか言ってるがよ。思わず言ったのは内緒だがね。ここは？これは墓標？神器臭い場所に付き合わせてすまねえな。酒の一杯も手向けねえと寝覚めが悪いからよ。遅くなったな。俺が一番最後になっちまったが。じゃあこの供え物はみんなが？俺らはみんな湿っぽいのは苦手なもんでな。見送るときは明るく笑顔で見送ってやる。そう決めてるのさ。そうか、そうだな。仲間を亡くして辛くないはずがなかった。俺たちみたいなもんはいつどこでくたばるか知れねえ。戦でくたばっちまったら大地に野ざらし。誰が誰やらだ。だからよ、こいつらをここに弔ってやれることができてよかった。コンゼの命、確かに見届けた。今はただ安らかに眠れ。いずれことはハムルにて再び杯を交わそうぞ。ウコン。さてっと、じゃああんちゃん帰って飲み直すか。あ、ああ。何だったんだ。頭が二日酔いかよ。こりゃ飲みすぎたな。一体昨日はいつまで飲んでたんだっけか。あれからまた酒に付き合わされて、みんなしてバカ騒ぎをして、その後の記憶がない。とりあえず寝床にはたどり着けたのか。おはよう。目が覚めた？ああ、今起きたとこだ。具合はあまり良くないみたいだね。あれだけ飲んで騒いでいれば当然かな。まあまあ、ちょっと二日酔いというか頭がな。そう思ってお薬を用意しといたから。はい、酔い覚ましのお薬。味に少し癖があるけど。あ、すまない。ガブワオ。あ、いきなり何するかな。
なんだこの味、身が甘辛じょっぱ。ようやく口に逃がし、ちょっと苦いけどその分効果は保証済みだよ。お前ちょっとどころか寝坊の罰にしてもこれはひどすぎるだろう。そんなことないかな。これはお父様も感動して褒めてくれた自慢の一品なのに。それは身内びいきか。あまりな味すぎて正直に言えなかっただけだ。慣れればこの味がやみつきになるんだけど、ハクにはまだこの大人の味がわからないのかな。おいしい。この深みとコクがある苦みが何とも言えないかな。まだ口の中が。確かに二日酔いは治ったが、何度口の中をすすいでも味が残ったままだ。よく父親に飲ませてたらしいが、きっと暗殺するつもりだったに違いない。ん？よーあんちゃん、よく眠れたかい？記憶がなくなるくらいぐっすり寝たよ。ちげえね、あの姉ちゃんが起こすのに苦労していたくらいだしな。見てて面白かったぜ。泥酔状態のあんちゃんを姉ちゃんが海外しく解放する様はよ。それを言うな。いいじゃねえか。うちの連中なんて今にも呪い殺しそうな目で羨ましそうに見てたぜ。それは全然良くないだろ。まあいい。ところでこの荷物は何だ。帝都に運ぶための荷物だな。そもそも俺たちはこいつの護衛をするために雇われたんだからよ。じゃあもうすぐここを立つのか。ああ、今引き継ぎをしている。これが終わったら出るつもりだ。そっか。ってことはここでお別れか。ま、目的地が同じらしいからいつかまた会える時もあるだろう。もう一度聞くがよ、俺たちと一緒に行かねえか。こっちもそっちも悪い話じゃねえと思うんだがな。うん、自分としては別に構わないと思うんだが、それを決めるのはクオンだからな。だそうだ。どうだい姉ちゃん、一緒に来ねえか。うん、クオン。どうかした？どうしたはこっちのセリフだ。昨日話してた都まで一緒に行こうという話なんだが。ポストいると退屈しねえしな。そうと決まればいつでも出れるよう準備を済ませておいてくれ。こっちの要件が終わり次第出発だ。うん、それじゃあまた後で。急にまたどういう風の吹き回しだ。さて何のこと。でかっ。あの、本当にごめんなさい。あ、うん、別に構わんよ。ぶつかったのはこっちだしな。でけえ。なんだこの鳥、人が乗ってるんだが。よかった。行こ、ココポ。ここに立ってるとみんなの邪魔になっちゃう。ん？なんだこいつは。
なんだいきなり。ココッポ、もしかしてすり寄ってきてるのか。なんかもう妙に懐かれすぎな気がして、なんか怖いぞ。おい、じゃあこれで。おい、なんでついてくる。さすがに、うわ！追いかけてきやがった。しかもなんかこいつ速え。ここダメ、止まって、お願い。頼むから、そんな可能なくようなんじゃなく、もっとちゃんと止めてくれ。ちょっと、うわ！諦めるの早いだろう。もうちょっと頑張れ、お願いだから。はい、それは本気でやっているのか。仕方がない、じゃあ手を引っ張ってくれ。でも頼む、こいつびくとも仕上がらないんだ。わかりました。思いっきりグイッとやってくれ。はい、それでは行きますね。えい、うわ、待て、何か鳴ってる、鳴っちゃいけない音が鳴ってる。待った、だからやめてくれ、ちぎれる、手がちぎれる。ごめんなさい、思いっきりと言われましたので。じゃあこの子なんてバカ力だった、非力なんじゃなかったのかよ。お、何してんだあんちゃん。見てわからないか。いや、なんかでっかい鳥に押しつぶされてるようにしか見えなくてよ。それ以外何がある。そう見えるならこいつを何とかしてくれ。まあ、んなことは置いといてだ、紹介するぜ。このお方はルルティエ様、八中将であり、ここ九十里の王路であるオーゼン殿の松姫様だ。置いとくな！っていうか、そんなことってな、今なんて言った。お姫さん、ルルティエ様、こっちはタク、帝都にまで一緒に行くことになりましたんで、お見知りおき、頼みますぜ。はい、ルルティエです、よろしくお願いします。あ、うん、
ウコン、聞いていいか。お、なんだ。お姫さんって言わなかったか。ああ、言ったな。なんでお姫さんがこんなところにいる。なんでも何も、ここ九十里は姫様の国だぜ。そうじゃない、お姫様って呼ばれる人間がなんでこんな辺境にある集落にいるんだ。おりゃおめえ、帝への献上品を運んでいる途中だからな。は？帝への献上品？だからよ、この国からの帝への献上品を運んでるんだ。姫様とかいなきゃまずいだろ。帝？ああ、そういや何も覚えてねえんだったな。帝はこの大陸にあるいくつもの国々を全ておられる偉大なお方さ。その誠意は大陸中に轟き、深い英知は数多の民に崇敬の念を抱かせ、いやまあとにかく偉大なお方でよ。でそれぞれの国の王路たちは帝にお許しいただいてそれぞれの地を治めているわけだな。だから帝への献上品ともなれば叱るべき立場の者が持っていく必要があるのさ。ってことはこの子も一緒に行くってことか。そう言ってるんだが。そこまで高価なものだったのか。肉、織物、毛皮、香木、鉱石などなど、まあ高価だな。なるほど。って責任重大じゃないか。大丈夫なのか。まさか何かあった時こっちの首が飛ぶようなことになったりしないだろうな。あ、言っただろ、こんだけの人数だ、襲ってくるバカなんていねえから心配すんなって。いや、そういう意味じゃなくてだな。まあ、あんちゃんたちは気楽に旅を楽しんでくれればいいからよ。なんか不安になってきたぞ。おい、怯えてるって感じじゃないみたいだな。いたたまれなそうというか、なんか器用な感じだな。あの、ん？あの、ごめんなさい。ああ、そういえばこの姫さんのクソ鳥にのしかかられてるんだったな。もういい、気にするな。こうなったのはお前さんのせいじゃないだろ。でもあの子は私の。だからいいって、お前さんがやりたくてやったわけじゃないってのは分かってる。しかし姫さんね、確かにそんな感じだ。よく見ると服や装飾品なんかここにいる連中より華やかな感じがする。それに、なるほど、いい子だ。確かにお姫様って感じの納得の可愛さだ。おめえさん、いきなり何くどいてるんだ。何もだ。いや、気づいてみんならいいか。なんだこの姫さん、いきなりもじもじし始めた。便所か。あの、ウコン様、これは。お父様から預かってまいりました。おっと、そいつは。おい、そんなことより先にこっちをなんとかしてくれ。お姫さんに何とかしてもらおうにも視線を向けるとなんか恐縮されてるっぽいしな。それにもじもじして、我慢できないのなら遠慮せず言ってくればいいと思うんだ。姫様。はい。ん？どうしました？とびな声を上げて。いえ、何でもありません。そうっすか。確かに拝見させていただきました。オーゼン殿は他に何か。ウコン様の言うことを聞くようにと。そうですか。では間違いなくこの件了解しましたぜ。姫様は安心して俺たちに任せてください。はい、お願いいたします。じゃあ俺は出発の旨をみんなに伝えてきやすんで。はい、お願いします。ああ、ちょっと待て、助けてくれないのか。
ああ、実はな、そいつはかなりの好奇心旺盛というかやんちゃ坊主らしくてな、面白そうなことにはすぐにちょっかいを出してきて、ここに来るまでの間もいろいろとやらかしたらしい。何が言いたい？つまり出発の邪魔をされないよう、それまで遊んでやってくれ。ちょ、おま、すまん、テータに着いたら一杯おごるからよ。待てこら。じゃあ頼んだぜ。おい待て、くそ、本当に見捨てやがった。あ、いいよ、何度も言うが気にしなくても、お姫さんがしたくてしてるんじゃないことくらい分かってるから。誰？もしもし。いや、お姫さんに話しかけたわけじゃないんだが、こいつは姫さんの知り合いか？いえ。なんなんだこいつは。何なんだこれは。なんでこんなことになってる。正直わけがわからない。お待たせ、つい話し込んじゃった。って何をしているのかな。こっちが教えてほしいくらいだ。今の子たちは？今の子？ん？さっきの連中、勝手に頬をつっついてたあの二人はどこに行った？何だったんだ？あら。そっか。この子、ハクのことが気に入っちゃったんだね。やっぱ顔舐めるな。やべ、誰か頼む。頭噛み砕かれそうで怖いんだよ。ごめんなさい。ここも立ってお願い。いいかな。仕方のない子、あまり老いてはダメだよ。ひどい目にあった。助かったよ、やっと抜け出せた。どういたしまして。私がお願いしても。仲が良すぎるからかな。え？仲が良すぎてあなたを主人というよりお友達みたいに思ってるんだね。だから遊んでもらってるって勘違いしちゃってるのかな。そうなの？ポポポ、はじめまして。私はクオン、あなたは？え？お名前聞かせてもらってもいいかな。はい、ルルティエです。ルルティエさんね。うん、よろしくね。こちらこそよろしくお願いします。かわいい子だね、まるで
どこかのお姫様みたい。マルーテじゃなく、正真正銘この国のお姫さんだとさ。ああ、本当にそうなんだ。道理で。確かに可愛いというのは同意だな。お姫様って感じの納得の可愛さだ。あ、そうだ、この子も一緒に都へ行くらしい。いや、この子に自分たちがついてくって言った方が正しいか。うんうん、一緒に。うん、あのルレティエさん、私とお友達くれませんか。いやかな。あの、いえ、そんな、そんなこと。いや、いいのかクオン、お姫さん相手にそんな軽々しく。いいの、この国のためじゃないから関係ないかな。いや、向こう側が気にするんじゃないか。そういう白こそ気にしてるようには見えないな。何言ってんだ、こうしてちゃんとお姫様として敬意を持ってるだろ。まあ何も覚えてないせいか、身分とかお姫様とか言われてもあまり実感が湧かないのは確かだが。ねえ、ダメかな。でもどうしたらいいのかわからなくて、そんなこと言われたの初めてで、お友達もいませんでしたから。そっか、お姫さんだから、その身分のために友達がいなかったんだ。じゃあ初めて同士でね。私もお友達と呼べる人はいなかったから、だから初めて同士。まあクオンだからな、旅ばっかしてるせいでぼっちになってしまったのか。意外な気もするが、どことなく納得させられ。痛い、その締め付け本当痛い。なんで締め付ける。私の初めてのお友達になってくれますか。だだだだだ、ちょちょ、おい、割れる、割れちゃう。もちろん。でもお友達って何をしたらいいのか。お話とかお遊びとか何でもいいんじゃないかな。よろしくね。はい、こちらこそ。お友達になってください。なんかいい話っぽいけど、ほんと痛い。ああ、いい天気だ。風も穏やかだし、本当に良い陽気だ。お前たち何がしたいんだ。
鬱陶しいのなら追い払えばいいだけなんだが、なぜかそれができない。ためらわれるというか、かわいそう。マロロはぐったりしたままで役に立ちそうもないか。ま、マロロだしな。ウコンは先頭を進む馬に乗っている。こちらからは背中しか見えないし、こんなことで呼びつけるにははばかられる距離だ。クオンは それはいいとして、話に夢中になってこっちに気づかないか。お、クオン。ような気がする。見なかったことにしておこう。というかむしろこっちがみんなから見なかったことにされてないか。なんでこいつらだけは放置なんだ。気づいてみれば明らかにみんな自分を突っついている二人から視線を背けている。もういいか。なんかもう諦めた。頬を突つかれるだけで実害はないし、みんなは無視じゃなく何も言わないんで、危険な存在じゃないってことなんだろう。多分きっと自分は知らないだけで、この地方ではよくある現象に違いない。陶器？いや、なんだ？まるで何かの。なんだ。触るなって言いたいのか。そっか。なんか知らんが、見るなと言うならやめとくか。どうしても見たいわけでもないしな。あ、なんかいい子いい子するように頭を撫でてきたんだが。だから何なんだ。初めて意思疎通ができた気もするが、深く考えるのはもうよそ。よし、今日はここまでだ。各自野営の準備。保証班は周囲の警戒を怠るな。いつの間にか眠ってたのか。例の二人はいないか。どこかへ行ったみたいだな。ここで野営をするみたいだが、さてどうするか。ま、このまま飯の時間までおとなしくしているとするか。慣れないものが手伝ったりするとかえって邪魔になるからな。うん、はい、ハク。
目が覚めたのならこれお願いね。向こうに井戸があるから、まずは大鍋をいっぱいにして、次はたらいがいっぱいになるまで、その次は集めた壺全部に水を汲んでね。働かざる者食うべからず、頑張って。みんなの状況は？こんなもんか？私の出番かな？よし。やったか。時間はかけない。こんなもんか。どう戦おうか。こりゃいい運動だね。にゃほん。吠えるでおじゃ。にゃほん。
躍でおじゃ。やったか。今が好機か。さてどうする。やったか。時間はかけない。いい運動だね。よっと、これでおしまい。よう、あんちゃん。今暇かい？暇といえば暇だが、さっきまでこき使われていたんだ。何か手伝えってのならお断りだぞ。さすがのあんちゃんも、あの姉ちゃんには頭が上がらねえか。当たってるだけに言い返せん。まあ、そいつは置いといてら。あんちゃんはこういった荒事に慣れてねえみてえだからな。ちゃんと獲物を手入れしてるか気になってな。手入れ？やっぱりか。ま、仕方ねえな。こいつだこいつ。あんちゃん、あれからまだ獲物を手入れしてねえだろ。時間のある時にちゃんと手入れしておかねえと、いざって時に命取りになるぜ。言われてみれば。かなり手荒に扱っといてそのまま放置だったな。やっぱまずいか。そいつに自分の玉預けるんだ。まずいどころじゃねえな。それこそ恋人や女房のように扱ってやんねえとな。確かにその通りなんだろうが、こんなのどうやって手入れするんだ。普通に刃物の手入れとかなら見よう見まねでなんとかできそうな気もするが、これはちょっとな。どれ、ちょいと貸してみな。できるのか。こんな商売を続けてりゃ大抵のもんはな。さすがにこいつは珍しいが、できないってわけじゃねえさ。ほう、結構な代物とは思っていたが、こいつはまた。こいつはなんだ。いろんな意味で面白い。間違いなくいわくつきってやつだな。なあ、呪われてるとか言わんよな。ああいう意味じゃねえよ。まあ呪われてたとしても何の不思議もねえけどな。不思議じゃないのかよ。まずこいつが何でできてるかな。鋼じゃねえな。もっと硬い別の何かだが、何かわからん。あれだけ乱暴に扱ったってのに、賭けも曲がりもしてやしねえとな。で、次はこの仕掛けだ。仕掛け？何か仕掛けなんてあったのか。気づかなかったのか。こうして扇を目いっぱい広げてだ。そこからさらに広げようとすると、見てな、結構えぐいぜ。うわ
込まれた隠し輪が飛び出すって寸法だ。こんな機能があったのか。しかしえぐいってほどのものか。いや確かに驚いたが、歯が隠してあるくらいは普通だと思うが。じゃあこの洗面に細かな溝が掘られてるのはわかるか。うん、これか。確かにあるな。これがどうかしたのか。この刃先に触れたら、たとえかすり傷であっても。そういうことか。確かにえぐいな。ちなみにこいつの表面、綺麗に磨かれちゃいるが、うっすらと模様になってるだろう。こりゃ血と薬品が染み込んだ跡だな。つまり血が染み込むまで使い込んでるってわけだ。はてさて、こいつはどれだけの命を食らってきたんだか。あんちゃんの言う通り、本当に呪われてたりしてな。おい、冗談のつもりだろうが、シャレになってないぞ。悪い、俺も言っててそう思った。あ、飲んだ。ああ、どこも歪みはねえし、欠けてもいない。これなら問題はねえか。しかしクオンがなんでこんな物騒なもの。あの姉ちゃん、よっぽどアンちゃんを飼っているか信頼してるらしいな。クオンが自分を。なんでだ。こいつを見りゃわかるさ。こんだけ心を込めて手入れしてやるんだ。よほど大切にしてきた思い入れのある品なんだろ。そいつを何とも思ってねえやつに預けるとはとても思えねえがな。よし、こんなもんでいいか。あれよ、できたぜ。今度は自分でもできるよう手入れの仕方を姉ちゃんに教わっとくんだな。あ、おう。思いが込められたものか。なぜクオンはそんな大切なものを自分に渡した。なあ、クオンは何を考えている。お前に込められた思いとは何だ。こりゃまたでかい鍋だな。ハク殿、こんなところで何を眺めているでおじゃるか。さすがにこれだけの人数になると、その支度も豪快だなと思ってな。そうでおじゃるな。マロもこんな大勢の行動を共にするのはこれが初めてでおじゃるよ。そういうマロロは何をしてるんだ。マロでおじゃるか。マロは。そうでおじゃる、お手伝いの最中でおじゃった。手伝い。ルルティエ様、頼まれたお塩でおじゃる。あ、ありがとうございます。もしかしてルルティエが料理を作ってるのか。こんなことくらいですか。皆さんのお役に立てませんから。しかしこの人数を用意するのは大変じゃないか。いえ、お城の厨房は私が取り仕切っていましたから。お姫様だと聞いていたから意外だな。もっときらびやかというか。
そう言ったのとは無縁だと思ってた。その私の家は辺境の一位高速なので、そんな格式の高い家ではありませんから。それにクオン様も手伝ってくださいますし。クオンも？私が料理を手伝ってるのがそんなに意外なのかな。うわ、ハクと出会う前は一人旅をしてたんだから、一通りできるのは当たり前なんだけどな。いや別にクオンが料理ができないなんて。あ、ハクはそこで見てるといいかな。私の技を見せてあげるから。料理が下手と言われるのに嫌な思い出でもあるのか。ルルティエ、お塩はこのくらいでいいかな。もうちょっと濃い方がいいと思います。皆さん働き盛りですから、少し塩辛い方が好まれるかと。そっか、そう言われるとそうかも。ルルティエ様の手料理楽しみでおじゃるな。確かに、あの二人がどんな手料理を振る舞ってくれるのか興味がないといえば嘘になるな。あのどうぞお味見を。これは、お口に合うといいんですけど。おお、なかなかにうまそうだ。絶妙な塩加減だ。優しい口当たりでどこか懐かしい感じの味がするな。こりゃうまい。ルルティエって料理上手なんだな。あ、ぶしつけだったか。姫さんって呼ばないとな。いえ、ルルティエと呼んでください。じゃあ今度はこっちの味見ね。クオンもできたのか。そんじゃ遠慮なく。あ、クオン、何かな。これ一体なんだ。見ての通り煮物に決まってるかな。うん、確かに煮物なんだが少しでかすぎやしないか。大きさはルルティエのと比べて5倍ほどある。さあ味見してみて。いや味見って、これって一食分の量があるだろう。こりゃ一口では食えんな。そもそも串が重量に耐えきれず折れそうだ。あふそんな少しずつじゃなくて一口でガプって。あっち、むちゃ言うな。まずくはないが、外側の味が濃い上に大きすぎて中にまで味が染みてないぞ。百歩譲ってクオンの言う通り一口で食べればちょうどいいのかもしれんが。どうかな。本人が食う分にはうまいんだろうが、クオンの自信がありげだと正直に言いづらいものが。まあ、うん、まあうまいじゃないか。そうでしょう。もうすぐ出来上がりだから楽しみにしてて。うん、まあまあうまい。にしてもお姫様って割には家庭的な感じなんだな。お高く泊まった感じがなくって親しみやすいっていうか。それにしてももう腹がいっぱいなんだが。
あんちゃん、手すきならチートを馬の世話を頼まれちゃくれねえか。馬の世話？別に構わんが、何をすればいいんだ。そこにある餌をやってもらいてえのと、ちょっとした手入れだな。手入れ？ああ、このたわしで皮をこすってやるんだ。こいつで皮をこすってやると気持ちいいらしくてな。馬どもが喜ぶ。馬は大切な運搬手段だ。しっかり面倒を見てやらねえといけねえし、大切に扱えば向こうもそれに応えてくれるってもんだ。へえ、こんなものだね。まああんちゃんも馬に乗るようになればわかるってことよ。そういうことなら手伝うさ。ただ飯ぐらいってのも気が引けるしな。そう言ってくれるとありがてえ。馬はそこの馬車の先に繋いであるから、あとは頼んだぜ。やっぱどう見ても馬っていうよりダチョウだよな。すぐやるから、そう焦るな。わあ、なんだ、驚かせるな。言葉は通じてるんだよな。いつの間にか隣にいてじっと見つめられてたら誰だって驚くだろう。なんという息の合い方。ところで、なんか用なのか。まあ、眺めてたいなら好きにしてくれ。こいつらのすることを気にしてたらいつまでたっても馬の世話ができんしな。するな。ダメだこいつら、餌を前に目が血走ってる。このままだと本当に喧嘩を始めそうだ。仕方がない。お前ら餌をやったことがあるか。まあいい、こいつらに餌をやるのを手伝ってくれ。あ、指を噛まれないよう気をつけろよ。そんなやり方だと指を噛まれる。勢いで一心不乱にがっついてるんだが、何なんだこの差は。まあ嫌われてはいないみたいだが、妙にハッスルというか、あのバカ鳥といい、ここいらの動物は妙に興奮気味な奴らばかりだな。あ、そうだ、よかったらたわしでこいつらの体をこすってやるのを手伝ってくれないか。自分一人だと大変っていうか、興奮したこいつらにもみくちゃにされそうな気がしてきた。なるほど、あんな感じでやればいいのか。あぶな、何すんだお前。一瞬体がくの字に折れ曲がったぞ。
なんだ、早くやれって。いっていって、わかったわかったから、たわしをカゴに押し付けるな。ここか、ここがいいのか。ドゥアク、こら、嬉しいのは分かったから落ち着け。蹴り殺す気か。やれやれ、あっちのおとなしい方を担当すればよかった。ふわっ、ぼわっ、お前ら。なんでお前らが、あの二人はどうしたっていない。こいつらはおとなしいんじゃなかったのか。いた、だからたわしを押し付けるな。やればいいんだろう、やれば。なんで自分がこんな目に。だから待って。お前らどこに行って。いや、そんなことより早く手伝ってくれ。なんだ、まさか。お前もなのか。元気にしてっかな。だが自分は知っている。その称賛されて鼻高々の料理、元は料理というにはあまりにも豪快で男らしいものだったが、ルルティエが手を加えてくれてまともになったということ。比率でいうとクオンが2の、ルルティエが8。ぶっちゃけクオンのは手伝いとは名ばかりの邪魔にしかなっていなかったということ。よし、みんな食いながらでいいから聞いてくれ。予定通り日が暮れる前にロエイチに着くことができた。今のところは順調だな。問題はこの先だ。分かっていると思うが、ここから先国境にかけてまで深い森が続く。街道とはいえ凸凹だったりぬかるんでたりもする。足を取られて荷車がはまったりしないよう注意しとけ。それとだ、最近この先で賊の被害が頻発している。賊の規模からして俺たちが襲われることはまずねえだろうが、油断は禁物だ。おのおの警戒を怠らず気を引き締めて取り掛かってくれ。それから騒ぐなとは言わねえし、飲むなとも言わねえが、羽を外しすぎて明日以降に響かねえようにな。話は以上だ。道が荒れてるのか。こりゃ尻が痛くなりそうだな。ずっと歩き続けるよりかは100倍もマシだろうが、何か座布団代わりになるようなものを用意しておこう。それにしても本当に盗賊なんかが出るんだな。まあみんな腕っぷしが強いし、この人数なら大丈夫っぽいから心配いらないか。
どうした？大丈夫か？あ、いえ、何でもありませんから。手伝おう。あ、いえ、大丈夫です。このくらい一人で。女の子がこんな重そうな袋を運ぶなんて大変だろう。実際つまずいたわけだしな。でも力仕事は男がやるもんだ。あ、よっと。え、お、おも奥様。ぎゅ、この子はこんなのを運ぼうとしていたのか。こ、腰が。だがここで無理でしたとか言うのはあまりにも情けない。ぐっ、ぐどうかしましたか。え、いや、別に。ありがとうございます。なんだかご迷惑を。礼とかいいから早くして。こ、腰が、腰が砕けるね。どこまで行けばいい。あの、私の天幕まで運んでいただければ。よし、わかった。案内してくれ。はい。やっと着いた。あの、ありがとうございます。いや、そんな大したことじゃないしな。あ、汗が。服にこうでも焚き込まれているんだろうか。それとも彼女の体から発せられる女性特有の香りだろうか。終わりました。ああ、なんかすまない。いえ、こんなことしかできませんから。じゃ、自分はこれで。あの、よろしければ お茶をお入れしますので休んでいってください。そちょですが。ずいぶんと手慣れているんだな。え、 ありがとうございます。私は家族にお茶を入れるのが好きなんです。ここ九十里はオーロであるお父様自らが率先して開墾することで国が大きくなりました。お父様はもちろん、お姉様たちやお兄様たちも木を切り岩を押しのけて畑を耕すのが当たり前でした。でも私は体が弱くて、だからせめてお茶や料理で家族みんなに喜んでもらいたくて。なるほどな。ルルティエのお姫様らしからぬ家庭的な雰囲気はそういうところから来ているのか。しかし、あれだけ重いものを持ち運べるのに体が弱い、これはツッコミどころなんだろうか。うん、うまい。よかった、お口に合って。茶の甘みと苦みがちょうどいい塩梅で、とても気持ちが落ち着くよ。一番上のお兄様の好きな茶葉なんです。疲れが取れると言われるお茶で、そう言っていただけると嬉しいです。本当に家庭的で心の優しい子だな。おかわりをお入れしましょうか。あ、頼む。はい。なあ、ひょっとしてその棚は全て茶葉が入っているのか。はい、そうです。
確か茶ってそれなりに高かったよな。ちょっと聞きたいんだが、そっちの棚は？その棚ですか？衣装棚と化粧箱です。じゃあそっちのは？それは調理具に裁縫道具とかいろいろな小物が入っています。ああ、そこのでかいのは？お布団です。違う枕だと眠れなくなって。そうか、やっぱりお姫様なんだな。これを満たすだけで何往復させられたことか。にしてもこんなにお湯を沸かして何に使うんだ？鍋をするって感じではないよな。飯は食った後だし、にしたって量が多すぎる。まあだとしてもクオンなら平らげそうではあるな。いい湯加減。苦労して汲んだ水が湯水のように。いや確かに湯水なんだが納得いかん。一応聞くが、何をしてるんだ？見ての通り湯あみの準備かな。ああそんな気がしてたか。まさか本当にこんな老栄地でわざわざ苦労して大量の湯を沸かしてか。苦労した後の湯は格別かな。苦労したのはこっちであって。ハク、もうちょっと下がってて。相変わらず無防備だな。しかしこんな苦労してまで湯あみをするとはね。風呂好きだとは思っていたが、ここまでと。しみるな。そんなに風呂が好きなのか？うん、とっても。一日の終わりにこうして湯あみで汗を流すのなんて最高の気分。本当なら日に二度は入りたいくらいなんだけど、あまり贅沢は言えないかな。それあれか、ツッコミ待ちか。ツッコミを入れろと言ってるのか。もしかして旅の途中いつもこうやって湯を用意していたのか。うん、贅沢だけど自分で用意する分には何の問題もないからね。この水を汲んできたのはこっちなんだが。だからありがとう。今日はハクに感謝かな。ぎゅん、相変わらず鋭いな。そうだ、今のうちに仕切りを元に戻せば。
足を結んでおけば。ああ。なあ、何やってんだ。悪化させてどうする。あ、そうだ。いい香り。今のは危なかった。もう少しこちらを向いていたら終わりだった。から静かだけど、どうかした？いや、静かって言われてもな、他に誰もいないんだし、クオンと話をしてなければ静かになるだろう。そうなんだけど、急によそよそしくなったから、どうかしたかなって。さては覗こうとか考えてたのかな？聞く。バカ言え。誰がそんな真似するか。冗談だよ。ハクはそういうことをしないって分かってるから。分かってくれればいいんだ。両親が、いや、これは覗いてるんじゃない。断じてない。だから問題なし。こうなったら最後の手段だ。そう、逃げるしかない。たとえ気づかれても明日にでもなればきっとうやむやになっているはず。多分ウコンのところにでも止めさせてもらえば。ただな、贅沢を言えばせめてもう少しだけ女としてのふくよかさがあれば、なんていうか、ちょっと残念でしょ。ハク、目は笑ってない。いや待て、わざとじゃないんだ。これは布が勝手にほどけてだな。そんなことより何を残念に思ったのか聞かせてもらいたいな。何のことだ。別に残念なんて言った覚えが。もう少しだけ出るとこ出てればと、ちょっと残念しようと思ったくらい。すごく残念そうなため息が聞こえたんだけど、どういう意味かな。ため息。まさか。待て、確かにそうも思ったが誤解。あれ。違う話を。よし、休憩は終わりだ。そろそろ出発するぞ。おうよ。おや？お前ら何か用でもあるのか。どうしたものか。その二人誰なのかな。
こっちが聞きたい。聞いても何も話さないんだ。荷運びをしてるってわけでもないし。そうだろ、いかにも怪しいって思うよな。わかった、荷運びをしている男衆の子供ってとこかな。そんなざっくりでいいのかよ。ま、いいんじゃないかな。特に害があるってわけでもないし。ああ、そうそう、ルルティエを探しに戻ってきたんだった。ルルティエ、なんだ、こっちを心配して戻ってきたわけじゃないのか。道が荒れてるってこういうことか。これはもういいか。何を聞いても答えが返ってこないし、何考えてるかわからんし、もうあれこれ気にしても無駄な気がしてきた。にしても暗いな。なんだか不気味でおじゃるの。こうも不気味だと昔読んだ絵巻物を思い出すでおじゃるよ。昔々とある奇人が旅の途中森の中でそれは美しい女と出会うという話なのでおじゃるが、実は女の正体は森に迷い込んだ人をかどわかして食らう世にも恐ろしい脱ぎそむ神で。脱ぎ、恐ろしや恐ろしや。脱ぎそむ神、あやかしみたいなものか。ハク殿は怖くないでおじゃるか。いや特に。そうでおじゃるか。話としてはありきたりな上に、内容を説明されただけでどうやって怖がれんの。すまない、助けてくれないか。の、どうした。荷車が溝にはまって抜け出せなくなってしまったんだ。今仲間が助けを呼びに行っているんだが、それを待っていたら日が暮れてしまう。すまないが、荷車を押し出すのを手伝ってもらえないか。ありゃまあ、そいつは災難だったな。よしてめら、荷車を押し出すから何人か手伝え。つまりマロロが言ってた脱ぎそむ神ってあんな感じか。にょほ、さっきの話だ。ああして言葉巧みに近づき、油断したところをガブリとしてくるんだろ。へえ、大変でおじゃるよ。いや本気にするなよ。あんな感じかと聞いただけで、あれがそうだとは言ってない。第一可愛くはあるが、絶世の美女って感じじゃないだろ。そう言われればそうでおじゃるな。ちょっと可愛いくらいで全然美女とは違うでおじゃる。いやいや、ほんと美女でなくてよかったでおじゃるよ。どうしたい姉ちゃん。いや別に、本当に助かる。厚かましくて申し訳ないが、もう一つだけ頼んでもいいだろうか。おう、言ってみな。ふむ、ならばお前たちの荷物を置いてってくれ。はあ？お前たちの荷物を置いてってくれ。
動くな。ヒョエ、何人が取り囲まれてる。両隣の二人もて、いない。へえ、やるじゃねえの。安心しろ、我々の目的はその積み荷だけだ。おとなしくしていれば手荒な真似はしないと約束する。それとも無駄な抵抗をしてその娘たちを危険にさらすか。ルルティエ、おめえらもだ。いいか、余計な真似はするな。おとなしくしてりゃ何もしねえって言ってんだ。言われた通りにしてやろうや。そこの二人、お前たちもだ。こりゃ仕方ないか。もうなるようにしかならない。言われた通りにしてしばらく様子を見るしかない。だろうな。何してる、お前もだ。マロはこいつなら何も持っていないぞ。下手に間をついて向こうを刺激させないためだったんだが。うん、いいだろう、お前たち。それ、両手後ろに回せ。にしても賊に襲われないんじゃなかったのか。こうして見事なまでに襲われてるんだが、手荒な真似をするような連中でないのがせめてもの救いか。いや、さすがのスリ、見事な手際じゃねえの。うん、こりゃ上玉じゃねえの。程度だってこんな上玉はめったにいねえじゃんよ。決まりじゃん、この女は俺様の門に決定な。こいつ、抵抗しなければ積み荷を持っていく以外何もしないとか言っていたが、所詮は盗っ人の口約束ってことか。おいてめえら、縛り上げた連中の身ぐるみ剥がすの忘れんなよ。まずいな、どうするか。せっかくだけど遠慮しとくね。どう見ても好みじゃないから。へえ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ますます気に入ったぜ。お前たちは今から俺様の女だぞ。たっぷり可愛がってやるから楽しみにするじゃんよ。頭、少しは俺たちにも分けてくださいよ。バカ野郎、こんな冗談指一本だって分けてやらねえよ。クオン様。大丈夫、そんなに怖がらなくても大丈夫だから。
なんかえらい余裕だな。さすがにヤバいはずなんだが、全然焦った様子がない。何か秘策でもあるのか。きっとハクが何とかしてくれるから。ハク様が？自分がよ。ちょ、無理無理だから。自分にどうしろと。そんな視線で見られると両親の呵責に苛まれるからやめて。モズヌ、勝手な真似はするな。我らノスリ旅団と行動を共にするからには我らの流儀に従ってもらう。我々の目的は積み荷だけ。それ以外は決して手を出さない。人に危害は加えない。そう言っておいたはずだ。いいじゃんよ、いいじゃんよ。なかた苦しいこと一個なしにしてやりたいようにやっちまうぜ。全部俺様に任せとけってよ。それにちゃんと分かってるぜ、ノスリが焼いてるってことに。いい加減素直になって俺様の女になっちゃいなよ。せっかくこんないいもん持ってんだからよ。今あいつの指かつてない方向に折れ曲がらなかったか。おいたはダメよ坊や。どうだ奥義、今のはなかなかいい女っぷりじゃなかったか。ええ、さすがは姉上。その魅力に思わずめまいを起こすところでした。視界に入っていたはずなのに気づかなかった。そうであろう。これでまた一歩いい女に近づいたな。な、何しやがら。無粋だな。女との戯れを笑ってさらりと受け流すのがいい男というものだぞ。しょういてえじゃんよ、こんなの任せるな。やれやれ、だからお前はいい男になれないんだ。かつて異国にいい男と謳われたオーロが存在した。彼は嫉妬に狂った奥方から腕を噛まれようが箸を突き刺されようが微笑んでされるがまま受け入れたらしいぞ。それがいい男というものであり、いい男の義務だ。いや、その理屈はなんかおかしい。それに引き換えお前はダメ男だな。だと。どうしました、続きをしないのですか。な、なんだこいつ、全然気づかなかったぞ。じゃ冗談じゃんや。な、何向きなってんな。奥義、構わんぞ。こんな場合男のやんちゃを許してやるのがいい女というものだ。姉上がそう言うなら仕方ないですね。まあいいさ、もともと俺はデカ父はあんま好きじゃなかったしな。ババアにだったら塩にしぼんで垂れちまうからな。姉上どうしました。なんでもないぞ、なんでも。よし、運べ。騒がせたな。では積み荷はいただいていくぞ。さらばだ。
それでは道中お気をつけて、いずれまた。やれやれ、とりあえずは命拾いしたか。とはいえこんな山奥で縛られたまま放置ってのは、これどうやって抜け出すんだ。ん？よいしょっと。お、縄抜けか。どうやるんだ。ちょっとしたコツがあるんだ。指の関節を外せば誰でもできるよ。いや、それコツとか器用とかいう次元じゃない。すぐに解くからちょっと待ってて。ありがとうございます。おい姉ちゃん、こっちも頼む。あれ、そっちは解く必要なんてないんじゃないかな。何のことだい？演技としてはなかなかだと思うけど、いろいろと違和感があったかな。例えばあの女の人が助けを求めに近寄ってきた時、みんながそれほど警戒してなかったこととか。あなたほどの男が警戒してないなんてありえないかな。こりゃまだ買いかぶってくれたもんだ。それに彼女の話を鵜呑みにしたのもらしくないかな。いつものあなたならもっと疑って詳しい事情を聞いてそうだけど、ね、不自然なことならまだあるかな。囲まれた時に取り乱したのはルルティエとマロロだけで、他のみんなが慌てた様子がなかったから、ここまで重なるといくらなんでも不自然かな。クオンがやけに落ち着いていたのはそういうことか。一つ二つの違和感ならともかく、それがいくつも重なれば必然ということだね。やれやれ降参だ。本当おっかれえ姉ちゃんだ。説明してもらえるよね。どういうことでおじゃるか。なあ、ちょっと待ってくれ。守備はどうだい、お二人さん。こいつらいつの間に。よし、これで準備は整ったか。で、種明かしなんだが、まずな、出発前に言った賊に襲われることはないって話、あれは嘘だ。おい、実は最近ここら一帯であいつら賊による被害が頻発しててな、この九十里でも何度か捕らえようと動いたんだがうまくいかなかったらしい。どうやら連中目白を点々としているらしくてな、なかなか尻尾がつかめねえってことだ。そうこうしているうちに被害は増える一方、賊どもの規模も大きくなってきてな、このままではまずいってことで奴らを討伐するのに協力してほしいと頼まれたわけさ。下手に知らない方がいいだろうってことで、お姫さんには知らせてやせんでしたからね。怖い思いをさせて申し訳ありません。いえ、そうだったのですか。ウコンだな、マロも聞いてないでおじゃるよ。どういうことでおじゃるか。いや、そいつだな、マロロは腹芸が苦手だろう。そのことで向こうにバレたらまずいってことでな。そうでおじゃるか。いや、みんなで話し合って決めたんだ。俺が独断で決めたわけじゃなあ、おめえら。っておい、おめえらこっち見ろ。マロロはまあ分からなくもないか。ってことはまさか賊に襲われたのは。ひん、おめえさんさりげなくひでえな。あ、わざとだ。拠点を突き止めるにはおとりでおびき出すのが手っ取り早かったんでな。ちょっと待て、それは分かったが、もしさらわれたり暴行を加えられたらどうするつもりだったんだ。運よく何もなかったからいいようなものの、
あいつらの会話からして十分にその可能性はあったんだろう。あ、それはだな。そういうこと。向こう側に内通者というよりこちら側の人物がいたんだね。道理でいろいろとおかしいと思ったかな。そんなわけだ。これから待機していた討伐衆と合流の後、やつらの拠点に襲撃をかける。他にも質問や言いたいことが山ほどあるだろうが、後にしてくれ。今は少しの時間も惜しいんだな。いやいやいや、ちょっと待て。何をさらりととんでもないこと言ってるんだ。荷物の護衛は引き受けたが、襲撃を仕掛けるとかはないだろう。さすがに勘弁だぞ。おい。ああ、分かってるって。こっちもそこまで世話になるつもりはねえさ。その代わりと言っちゃなんだが、あんちゃんたちには頼みてえことがあるんだ。始まったか。音の大きさから察して戦いはかなりの規模みたいだな。あんなものに巻き込まれていたら命がいくつあっても足りん。ハク様。わっ。お、いや、なんでもない。相変わらずこのでかい鳥にはなれないな。それで何か。はい、本当にごめんなさい。こんなことに巻き込んでしまって。こんなこと。ああ、ここに残ってルルティエを守ることになったことか。いや、別に気にしなくてもいいさ。あの合戦に駆り出されなくって済むんだ。こっちの方が断然マシというものだ。しかもウコン直々の頼みだからな。気兼ねすることなくこうして高みの見物でいられる。ルルティエの方こそ怖かっただろうに。大丈夫なのか。山賊たちにはウコンの手の者が混じっていたとはいえ、万が一ということもあった。大丈夫です。クオン様がいてくれましたし、もちろんハク様も。そう言ってくれるのは嬉しいが、自分がいたところで何ができたかは怪しいもんだ。立派だな、ルルティエは。さすがはお姫様ってとこか。そんな お姫様なんて。私は。はて、そんな恥ずかしいこと言ったか。しかしまあ、結果的にはウコンたちについてきてよかったかもしれないな。こんな大変な目にあったのに。うん、もしウコンたちに同行しないでクオンと二人で旅をしていたとしても、やはりこの道は通ったはずだ。そしたらあの山賊たちに襲われていたかもしれん。そうなった時、今みたいに無事に切り抜けられたかどうかわからんからな。いくら向こうにウコンの協力者がいるとはいえ、関係ない旅人まで助けてくれるとは限らん。山賊たちの信頼を得るためにあえてって可能性もないではない。だからウコンについてきたのは正解だった、そう思っただけだ。そうそう、その通りでおじゃるよ。なっ、マロたちとハク殿は一連卓上の中でおじゃるよ。マロロ、お前なんでここにいる。ウコンたちと一緒に行ったんじゃ。何を言うでおじゃる。ハク殿を残していくのが心配でウコン殿に頼んでここに残してもらったでおじゃるよ。そうか、確かにマロロの呪術は頼りになる。一緒にいてくれるのは心強い、心強いはずなのだが、素直に喜べないのはなぜだ。しかしあの時は心臓が止まるかと思ったでおじゃるよ。そういえばこいつ真っ青になってガタガタ震えていたな。
いや実際青くなっていたかどうかは化粧でわからないが、これで本当に役立つのか。少しだけでもいいからマロにもこのことを話してほしかったでおじゃる。なんだか信頼されていないみたいで悲しいでおじゃるよ。仕方ないかな。こういうのは相手に感づかれたらそこでおしまいだから。まあそういうことだな。とにかくここで待機してウコンたちが帰ってくるのを待つだけだ。うん、しやがったんだよ。あの隠れ家がバレるはずはねえってのによ。おかしら、やっぱあれじゃねえですかい。あのノスリって小娘が裏切ったんじゃ。ええ、おかしらが悪いんすよ。いくらあの女がおかしら好みだからってほいほい信じちまうから。どうせあの父が目当てだったんでしょ。うるせえな、仕方ねえだろバカ。おめえらだって見たろ、あの父、ありゃ反則じゃ。そりゃ確かに、そこは同意せざるを得ない。だが残念だったじゃ。あの父娘、こんなとこに隠し通路があるとは夢にも思わねえだろよ。とりあえず今はどうにか逃げ切って、後でこの礼はたっぷりさせてもらうぜ、あの父に。ああ、うん、うわあ、なんでおじゃる。こいつらさっきの山賊。てめえらなんでこんなところに。頭どうせさ。バカかおめえは。こんな奴ら消しらしまえばいい話じゃねえの。しかもこいつはとんだ土産ができたぜ。飛んで火に入るなんとやらじゃ。ウヒヒヒヒ、たっぷり可愛がってやんや。よし、てめえら女を取り押さえろ。男は袋にしまえ。ルルティエ下がれ。あ、ダメ、ここも。逃げてください。何言ってる、ルルティエを置いてけるわけないだろうが。違うんです。え、お願いです、そこの方たち逃げてください。は？え？何言ってんの。この子、この子普段おとなしいですけど、怒るととっても凶暴になるんです。だから。そんな脅し通用するとでも。どういうこと。
きます。時間はかけない。こんなとこかな。さあ行こうか。Hey dickhead, the fuck is this EOC? おかしいな。ありがとう、ココポ。
どうする？どうだ？我が秘術をご覧あれ。クラウデオじゃ。オラオラ行くぜ。せいや、オラ、反撃だ。俺様最高。少年馬かな。うんうん。行こうか。何しやがる！何しやがる！どうだ？お願い！ここで怯えるわけには。差し上げてはいかがでしょうか。違う、私が許しているので、ここも、もういいの、お願い、もう終わったの。ヘギ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 。お願いしたらこうなるよな。命だけは、命だけはお助けてくれ、お願いだ。悪党とはいえ少々哀れになってきた。とはいえ許されるわけではないからな。煮るなり焼くなり、とことんやらせるなり、ルーティエの好きにしたらいいんじゃないのか。違う、だから違うんです。いやはや、これはまた壮絶なことになってますね。誰だ？お前は、さっきの。先ほどは失礼しました。ああすることになっておりましたので、申し訳なく思いましたが、ご了承のほど。じゃあ、お前たちが。てめえ、奥義！こいつらとつるんでるってことは、やっぱり裏切りやがったんか！元より仲間などではありませんでしたから、裏切ったなどと言われるのは心外ですね。同じ盗賊を朝廷に売りやがったんだ。裏切り以外何があるってんだよ。同じ貧しい者から奪わず犯さず殺さずが我々の流儀です。力のない者を襲い戯れにもてあそび、命を奪うあなた方畜生と一緒にされるのは甚だ不愉快。綺麗事を抜かしやがって。結局盗みに変わりはねえんだろうがよ。まああなた方と問答するつもりはありませんので、どう思うがご自由にどうぞ。どうせ
すぐに何も言えなくなりますので。まさかおめえ冗談はよすじゃん。汚い手で姉上に触り、姉上の志への罵詈雑言、最後に言い残すことはありますか？ふざけるな。死んでて余るかよ。今さら無駄ですのに。先の見えないものは哀れですね。あの仮面、あのお方、まさか、ホシトラ様。しくしょう、奥義、てめえ。ですから、無駄だと言いましたのに。これもてめえの仕業かよ、奥義。見えなかったぞ。今何をした？ご安心も姫君、峰内です。切り伏せるその価値もありませんので。以上、依頼の遂行とさせていただきます。オシトル殿。感謝する。ノスリ殿にも力添え感謝いたすと伝えてもらいたい。はい、お預かりしていた荷物は指定の場所に運んでありますので、お受け取りは。確かに受けたまま。それと姉上からの伝言ですが。お聞かせいただこう。奴らの行いが許せるものでなかったゆえ、今回は共闘したまで。慣れ合いはせぬ。ノスリ殿らしい言葉だ。では僕はこれにて。ご縁がありましたらいずれまた。まさかオシトラ様が来てくださったなんて。もしかしてあの仮面の方のことかな？はい、あのお方、ヤマトの双璧と歌われる向こう家大将オシトラ様です。そっか、あの人が。そなたたちが賊どもの首領を取り押さえてくれたか。ああ、いや。おかげで助かった。こたびの策、首領を逃がすことはまさに失敗と同義であったからな。この通り、感謝する。ああ。このような場所では謝意も満足に伝えられぬ。そなたたちの功については後ほど正式に表彰し、報奨をもって報い、ルルティエ殿。はい。九十里王からの請願はこれにて遂行されたものとしてよろしいか。詳細はこの書簡にしたためておりますゆえ、オーロエはヨシナにお伝えいただきたか。確かに受け取りました。討伐の件、しかと父に伝えます。緊張してカチカチだな。姫君であるルルティエが緊張する。それほどの人物ってことか。それがしは別件があるゆえこれにて失礼いたす。護衛の者もすぐに戻るゆえ、安心して帝都までの旅を楽しまれよ。はい、お心遣い感謝します。では諸兄諸子の良き旅路を祈って、全軍速やかに撤収せよ。またどこかでお会いすることもある。はっ。